東徹君日本のの会の東徹でございます私の方から、ね、今日はあのコロナのことを中心にです、ね、ちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。まあ今日もあの他の委員からも、検証の話もいろいろとありました。でちょっとまずです、ね、最初にお聞きしたいと思うんですが、昨日が、確か東京都ではです、ね、感染者数が48人。 でその一昨日がです、ね、47人だったというふうに思います。で、私、6月4日にです、ね、質問をさせていただきました、ちょっと順番を変えて質問させていただきますが、あの濃厚接触者全員に PCR 検査を実施することが、クラスター対策を行う上でも大事だというふうなことで、東京都で濃厚接触者全員に PCR 検査をです、ね、してるんですかと。 いうことで、えー、質問をさせていただきましたで、まあ、あの時の確か宮崎局長のですね、えー、ご答弁だったと思うんですが、まあ、改めて確認したわけではないが、まあ、厚労省が通知を出しているから、まあ、その通り実施されているというふうに、まあ、理解しているということでありました。えー、厚労省があの担当者を事前にですね東京都に確認していたことが、ですねちょっとまあ,あの時はぐらされたのかなというふうに思ったわけでありますが。えー 今回です、ね、東京都で、えー、濃厚接触者全員に対して PCR 検査をです、ね、実施できているのかどうかです、ねえー、もう一度明確にです、ねえー、ご答弁をいただきたいというふうに思います、はい、吉永審議官お答え申し上げます。 あの6月4日に、健康局長からご答弁させていただいてございますけれども、あの東京都において実際にすべての濃厚接触者に PCR 検査を行っているかどうかの事実を確認した趣旨の答弁ではなく、5月29日の厚労省の事務連絡を踏まえて、東京都において適切に対応していただけると考えて旨の認識を答弁させていただいたものでございます。 その上で、6月4日の健康局長の答弁が、その時点で東京都において、すべての濃厚接触者に対し、PCR 検査を行っているという意味でご理解いただいたということであれば、お詫びを申し上げたいというふうに考えてございます。あのいずれにいたしましてもあの、5月29日の事務連絡に基づきまして、東京都において、6月10日に保健所に対して、すべての濃厚接触者に対し、PCR 検査を行うよう指示しているものと聞いてございます。 あの委員ご指摘のとおりあの、昨日、昨日の夜の街の関係においては、濃厚接触者に対して積極的に PCR 検査をかけたということで聞いておりますけれども、あの今後、適切に対応が行われるよう進められていると考えてございますが、いずれにいたしましてもあの、東京都と連携しながらあの、通知の趣旨が生かされるように進めていきたいというふうに考えているところでございます東徹君、まあ、あの厚生労働省としても、東京都の,、まあ、あの検査の数というのはね、 これやっぱり注目して、やっぱりで見とくべきことですよね、やっぱりなんと言っても日本の首都は東京なわけですから、まあ、あこの国会も、そしてまたあ厚生労働省も、す、ま、べ、あ、ての幹事まがここに集まっているわけでしてね、でえー、この東京都のやっぱり数っていうのは、やっぱりしっかりとですぱり把握すべきだと思うんですね。で、今まではあの濃厚接触者の中でも、無症状の方は PCR 検査しなかったんですよ。 ね、そうですよね、PCR 検査しなかったんです、でも厚生労働省の方が、無症状の方にも5月28日でしたかね、あのー、持って、す、え、べ、ー、ての無症状の方にもです、ね、無症状の方に対しても、濃厚接触者であれば、検査しなさいよということで、えー、通達をまあ出したということで、これ、もう一度確認しますけれども、そうですよね。吉永審議官 あの国内外の研究によりますと、発症前、まあ、2、3日前になりますけれども、その段階で症状が明らかでない時期から感染性があるということが分かってまいりまして、それを受けまして、濃厚接触者の定義範囲につきまして、委員ご指摘のとおり、変更したところでございます。これにつきましては、5月29日に感染研から要量の改正という形で、まあ、それをに上乗せする形で、私どもからあの東京あの、各都道府県、あるいは保健所設置市、まああの区も含めてということになりますが、に通知したところで ございますあの発症前からあの、発症前の方から移るということではありますので、そういう意味であの、今回の改正というのは極めて重要なものだというふうに考えているところでございます。あのなかなか国の機会にはございませんので、あの今日通知を出した明日がすべてやるという形には必ずしもないかもしれませんけれども、私どもとしてあの、非常に重要な通知の改正だというふうに認識してございますので、こうした趣旨が徹底されるように、あの今後とも努めてまいりたいと考えてございますお東徹君。 あのまあ全国すべてねとは言いませんが、これ、北九州市では一時まああの感染者数増えましたよね、あの時は無症状の方も PCR 検査をかけたからまあ増えたんですよ。でも東東京京都都の時は東京都は どうもですね、えー、なんか増えてない、えー、あれ、どうなってるのかなというふうなことで、まあ、あの時き、まあ、ご質問させていただいたら、まあ、きちんとしたですね、まあ、答弁ではなかったということで、えーまあ、そう思ってたら、ですねこの昨日一昨日と合わせて、ですね、えー、無症状の方もですね、まあ、検査すると、まあ、ああいう結果になってきたということでありましたので。 改めてですね、ちょっと質問させていただきたいということでございます。だからまあ東京都のまあ検査数について、まあ40感染者数が48、47という数字については、まあ無症状の方もまあ検査したから、まあこれだけの数字が増えたという解釈でよろ,よろしいんでしょうか。はい、吉永真幹、あのご指摘の通りと認識してございます。はい、安松君、はい。 それでは PCR 検査について、またお伺いしていきたいと思いますけれども、今、PCR 検査、唾液も検査できるようになりましたが、PCR 検査の1日当たりの能力数、そして唾液の検査はどれぐらいできるのか、お伺いしたいと思います吉永審議官。 PCR 検査につきましては、医師が必要と判断した方や、症状の有無にかかわらず、濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるようにしていくことが重要だと考えており、PCR 検査能力の向上のための取り組みをこれまで進めてきたところでございます。あの現在、1日2万8000件以上の検査能力を持っている状況でございます。また、唾液を用いました PCR 検査のにつきましては、 あの6月2日に保険適用を行ったところでございます、で6月15日時点で339件というものが実績となっているところでございます東徹君。その339件ですかね、という数字は、1日当たりの数字ですか、それとも今までの累計ですか、で,できれば1日当たり何件できるのか、お聞きしたいと思うんですけど吉永審議官。 あの今申し上げました、あの6月15日時点の339件というものは累計でございます。あのこれまであの6月2日以降であの最高の件数というものは、6月9日の75件になってございます。 唾液の検査につきましては、これまでと検査の流れが多少変わってまいりますので、そういう意味で、件数自体については、相当の件数ができるものというふうに考えてございますが、受け入れ体制として、例えばこれまでの鼻拭いのラインと、唾液の収集のラインを少し分けなきゃいけないとか、そういうものの体制はございますので、必ずしも上限があるというものではございませんが、実績につきましては、今ほど申し上げた75件というものが、 あの最,最高の値になっているという状況でございます東徹君。75件っやっぱ少ないですよね、1日当たりの能力が2万8000件あって、唾液の検査ですね、今、75件しかできないとなると、非常にこれ、少ないのかなというふうに思うわけですね、今聞いて。でそれだったら、唾液の検査数をもっとこれからですね、増やしていかない,い,かないといけないんじゃないですかと思うんですけれども、その点についてはいかがですか吉永議官 あの現時点におきまして、まあ優勝勝者の方を対象として実施をしてきたということはございますので、そういう意味である程度限定されてきております。また一方で通常の PCR の検査もできますので、あの通常のラインで行われたということもあろうかと思います。ただあの大気の PCR 検査につきましては、あの鼻で拭うような形であの行った場合に、どうしてもその検査を行う方が感染してしまうリスクがございますが、そういうことがないということもございますし、ある意味体制サイトとなれば非常に。 に簡便にできる検査になりますので、そういう意味では私どもとしても、積極的にこの,この唾液を活用した検査を普及していきたいというふうに考えているところでございます東徹君。まあこの委員会の中でも、何度か加藤大臣からもです、ね、今はもう唾液の検査ができるようになってきたというふうなご答弁がありました、だから、じゃあ、唾液の検査がね、どこまでできてるのかということをやっぱりね、やっぱり我々としてはやっぱり確認してきたくなるじゃないですか。 だから、まああの、そう今聞くと、まあ、75件というのはやっぱり非常に少ない、だからやっぱり、えー、能力がどれだけあるか分かりませんがあの、今のご答弁の中でもですね、だからやっぱり増やしていくべきですよね、だからあの唾液の検査を、ですね、えー、これをやっぱりしっかりとですねこれかやっぱり増やしていくべきだというふうに思いますが、ぜ、ま、ひ、あまあ、通告していませんが、大臣、まあ、今のご答弁も聞いてて、どういうふうに思われるのか、お聞きしたいと思います。加藤大臣あ<の>あ失礼しましまた えー、まさにあの唾液を用いた検査というのは、症状が出てなければということで今やっています、今、合わせて無償でもできないかというのを調査をさせていただいておりまして、まあ、これが、まあ、結果は分かりませんけれども、仮にできるとなれば。 かなななりり広範な利用がより可能になってくると今、優勝無傷、いろんな人が来られたときに、こっちは唾液だ、こっちはビーントだと、こういう扱いにもなるわけでありますしまた、場合によっては、試薬等の状況もいろいろあるのか部分もあるんだろうというふうに思いますので、できればそういったところも含めて、よりこの唾液が活用できるような状況を作っていきたいというふうに思いますしまた、作ることによって、通常の医療機関においても、ですねこれ、唾液ですからあの、なんて言いますか。あの 鼻炎とに比べれば、ですね感染リスクもかなり低く済む、それによって防護部の体制というのもいろいろ変化するというふうにも言われておりますから、そういった意味では、この唾液を用いた PCR 検査、また今日ちょっと発表させていただきました抗原検査、こういったさまざまな新しい技術を活用することによって、ですねよりこう負担の少ない、現場の負担が少ない形で、より効率的な検査、PCR 検査ができるように努力をしていきたいと思います東徹君。 まあ今日はあの足立委員からもですねまあ検証のお話がありました。僕本当にあの検証というのは まあ常にですねやっていかなきゃいけないというふうに思っておりますしああ、PDCA サイクルじゃないですけども、やっぱりまああのきちっとですねやっぱ厚生労働省として、じゃあ今、どれぐらいの唾液のね検査が全国的にできるようになっているのかとか、ですねまあそういったことをきちっとですねやっぱ把握していただきたいというふうに思います、まずはですね、その上でやっぱり足りないのであれば、増やしていくとか、ですねやっぱそういったことをまあぜひお願いしたいと思います。で、えー まあこれまで当初はです、ねまあ、検査能力はあっても、実際にはなかなか検査にです、ね、たどり着かないという状況がいっ、ねえー、一時続いておりました。で安倍総理もまあ検査の目詰まりがあるというふうなことを言われておりましたけれども、まずあの確認したいと思いますが、検査の目詰まりとはどういうことを言うのか、再度お願いいたします、はい、吉永審議官。お答え申し上げます。 PCR 検査につきましては、あの医師が必要と判断した方や、症状の有無にかかわらず、濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるようにしていくことが重要でございます。え特に東京都など大都市におきましては、PCR 検査の実施検査が伸びないことにつきまして、専門家会議の分析、提言におきましては、その要因といたしまして、帰国者接触者相談センター機能を担っていた保健所の業務の方があったこと。 また、PCR 等検査を行う知恵圏は限られたリソースの中で、通常の検査業務を並行して実施する必要があったこと、でさらに、検体採取者および検査実施者のマスクや防護服などの感染防護服が不足していたことなどが挙げられているもと、調子でございます東郎君。じゃあ、今あ、目詰まりのお、まあ、いくつか挙げられましたけれども、防護服の問題とかも挙げられましたけれども、あのその検査、目詰まりというのは、もうこれ、今、すでにですべ、ねえー、て解消されているのかどうかお伺いしたいと思います。 はい、吉永審議官お答え申し上げますあの PCR 検査体制の整備につきましては、これまでも PCR 検査を保険適用するとともに、抗原検査との適切な組み合わせによる迅速かつ効率的な検査体制の構築や、民間検査機関のさらなる活用促進などによる検査能力の増強、また、この検査能力を最大限生かすため、PCR 検査センターの設置や、歯科医師による検体採取の協力を推進促進するとともに、 唾液を用いた PCR 検査等を推進することで、検体採取のための体制を拡充するなどに取り組んできたところでございます。この唾液を用いた PCR 検査が普及いたし,ますした場合には、これまで検体採取に従事された方々の負担軽減につながり、検体採取の従事者のさらなる拡大も回避できるものと考えてございます。い、まあ、いずれににたたたしまししししままてても今後再び感染がが大大ききく拡大した局面におきまして医師が必要と判断した方が 濃厚接触者の方が確実に検査をを受けらられるるようさな体制強化を図っててままいいりりたいと考えておりますこのため、先月18日に厚生労働省から地方自治体に対しまして、医療機関や民間検査機関等の協力の上必要な資機材や人材の確保等を行い、地域の検査体制の強化に努めていただきたいこと、またその際、必要な検査機器導入のための費用につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金が活用できること、 さらに検査実施可能な医療機関や、他の医療機関から検査依頼に応じるよう要請いただくことについてお示ししたところでございます。加えまして、今般の第2次補正予算につきましては、PCR 検査センターの設置や、PCR 抗原検査の実施のために366億円を確保し、検査試薬や検査キットの確保のために179億円を計上しているほか、 検査設備の整備を支援する公金を大幅に拡充し、全額国費負担とするなど、PCR 検査と抗原検査の適切な組み合わせによる検査体制の整備をしっかり進めていくこととしているところでございます。さらに、地方自治体に対しまして、今後、感染が大きく拡大する局面も見据え、検査需要の見通しを作成いただき、相談から検査採取、検体採取、検査分析までの一連の検査プロセスを点検して、必要な対策を講じていただくように要請しているところでございます。 あの現時点におきましては感染がかなり少なくなってございますので、目詰まりという状況はございませんけれども、こうしたことを通じまして、仮に感染が大きく拡大した場合におきましても、目詰まりということがないように、自治体と力を合わせて、検査体制のさらなる強化に取り組んでまいりたいと考えております東徹君まあの、たくさん通告してますので、もう少しあの簡潔にご答弁していただければます、あ。 <laughs> 解消されてるんですかと聞いただけなので、まあまあ、されてますよと、ひ、まあ、一言言っていただければ、まあ、それでいいと思うんですけども、あの水際対策とかですね、まあ、それからこれまであの、まあ、相談の目安の誤解を生んでいたとかいうこととかもありましたし、海外の情報発信だとか、まあ、保険証はじめ自治体とまあ意思疎通。 それからまあマスクとか医療ガウンがまあなかなかこれ、調達できないとかですね、えー、それからまあ厚労省としてです、ねまあ、いろいろと課題がありました。で、えー、こういったあの課題を原因をやっぱり整理するために、あの調査権限を与えられた専門家によるまあコロナ検証チーム、えー、こういったものをです、ね、設置すべきというふうに思いますが、あ大臣のご見解をお伺いいいしたいと思います加藤大臣。 あの新型コロナ感染症の対策、大幅広くです、ね、あの検証するということは大事でありまして、総理も感染が収束した適切な時期に。 各種政策の効果、実施状況などについて、内閣官房を中心に、政府全体として検証が行われるわけでありますから、やっぱりそういう中での整合性を取りながら、やっぱり我々の分野も検証していく必要があるんだろうというふうに思いますので、その辺はよく補丁を取りながら、そうした対応に対して、厚労省としても積極的な協力をさせていただきたいというふうに思っております東徹君。 まあ設置するというお考えがあるんでしょうか加藤大臣。ですから、政府全体としてどういう形で取り組むのかということは、まず方針があって、その中で、ですね場合によっては、ここに、ここ、各省庁別もあるのかもしれません、機能別に議論するのもあるのかもしれません、そこはちょっといろいろあるんだと思いますが、全体の方針が定まらない中において、ですね私どものところだけでえ別途検証していくというのは、必ずしも全の。 効率的なな話ではいいんだろうと思いますただあの、常に専門家会議等からも含めて、いろいろとご指摘をいただいておりますから、そうしたご指摘、あるいは専門家会議のみならず、さまざまなご指摘をいただいたことに対しては、日々日々変更できるものは変更させていただく、まあ、こういう姿勢でやっていきたいと思います東徹君、まああの。厚生労働省の やっぱり大きいと思うんですねだからやっぱり厚生労働省がまずやっぱり日頃からですねやっぱ検証できる体制で、今からやっぱり検証できるものをやっぱりやっていく、こういう姿勢はやっぱり大事なのかなというふうに思います。だからそらく全体のことを待ってるんではなくて、厚生労働省だけでもですねやっぱり積極的にやっていっていただきたいなというふうに思います。気になるのは あのマスクとか医療ガウンとか、まあ、フェイスシールドとか、まあ、こういったものが足りない、足りないってよく言っててです、ねえー、なかなかまあこれ、海外からもまあ入ってこないという、まあ、ことがありました、まあ、これはあの国内で,です、ね、増産できるようになったのか、まずこの点だけでもです、ねえー、お伺いしておきたいと思います、はい、吉田伊政局長。お答えいたしますあの。医療用物資につきましては、まあ、受給が逼迫する中本年1月以降 マスクや各種防護具のメーカーの皆さんに対して関係省庁とも連絡しながら増産や輸入拡大をお願いしてまいりましたでまずマスクでありますけれどもマスクにつきましては日本衛生材料工業連合会の統計情報によれば平時には月当たり一億枚程度の国内生産量でありましたが二月に入ってから経済産業省のマスク生産設備導入補助金 を活用いただいて設備投資が行われた結果これまで28社への支援が行われ6月には約7200万枚以上の増産が見込まれるというところまで及んでおりますまたアイソレーションガウンあるいはフェイスシールドにつきましてはこれ平時においてはほとんど輸入品に依存しております 4月以降は国からの要請により増産をいただいておりますけれども、今、手元に国内生産量についての正確なデータ、申し訳ござ,いませんございませんが、国が買い上げている事業を通じて把握をしている中では、アイソレーションガウンについて、これまで国産のものを約230万枚、フェイスシールドにつきましては、国産のものを約100万枚買い上げております。今後、さらに国産のものを買い上げ、まあ、その前提として生産支援をさせていただく。 引き続き国内生産力の強化などに取り組んでいきたいと思っております、まあ、ぜひ、国内で、えー、やっぱりどれだけ生産されているのか、まあ、今の数字だとは思うんですけれども、まあ、しっかりとです、ね、やっぱりそこのお本当に生産可能なのかどうかとかです、ね、今現在、どうなのかとかです、ねまあ、きちっと把握をです、ね、していっていただきたいと思います。であのデータをです、ねまあ、ぜひこれまで まあ多くのまあ感染者の方々のですねデータをやっぱりきちっとですねえ管理して、そしてまあデータを入力して、そしてやっぱり AI で,ですねやっぱり分析していくということが非常に大事ではないのかというふうに思います。これからのまあ第2波、第3波というのが、それに対して備えていくためにも、これまでのまあ感染者のですねデータをきちっと入力をして、AI で分析していく、こういったことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。 永新型コロナウイルス感染症対策におきましては、まあ、データを活用して、ICT を活用していくことが効果的、効率的な事態把握を行っていくという上でも重要だと思ってございます。あの厚生労働省では、ICT を活用しながら、感染者等のフォローアップを効,果効率的に実施するため、新型コロナウイルス感染症情報把握監視システム、 私どもハーシスと呼んでございますけれども、これを回答にすることとしたところでございまして、5月15日から一部自治体で試行的に利用をしていただいた上で、5月29日から全国で準備が整った自治体から利用を開始したところでございます。このシステムは、医師による発生統計や患者本人による毎日の健康状態の報告、保健所による感染経路等の情報入力等が可能になるものでございます。 これによりまして、保健所や都道府県、あるいは医療機関等の関係者間で迅速に情報共有が行われ、より効率的、効果的な対応が可能となることが期待されるほか、都道府県役における情報の集計等に生かすことが可能となるものでございます。他方、ハー r スに入力される情報につきましては、個人情報が含まれるため、分析等に活用するにあたっては、匿名化等の処理が,含むが必要になるほか、活用方法や活用範囲について十分に留意必要があるものと考えてございます。 いずれにいたしましても、正確データがございますので、厚生労働省としても必要に応じて、データ入力などについての支援も行いながら、ハーシス等の積極的な利用を自治体や医療機関に促すとともに、必要に応じて収集された情報の分析、活用の在り方につきまして、ご指摘の点も念頭に置きながら検討してまいりたいと考えております東徹君。あのまあこれまで約まあ1万8000人弱ですかね、まあ、感染者数がおられるわけでありまして。 でまあ、一応、そのデータのー、まあ、情報を共有できるシステムはまあ作りましたと、まあ、いうことだと思うんですけれども、AI での分析はできないということですね、今のお話だと。吉 現時点におきまして、システムができて、データを集積していくというところでございます。これの活用につきまして、現時点におきまして、た,た,たちに AI を活用するというところまで思い立っているとい状況ではございませんけれども、いずれにしてもデータが集積されれば、それをセキュリティに活用する方策について考えていきたいというふうに考えているところでございます君ぜひまあ AI でも分析できるようなです、ね、ものであればいいなというふうに思います。で、きょうもいろいろと話がありましたが、 あの欧米に比べて確かに日本はまあ感染者数は少ないんですで、少ないです、ただまあ、アジア圏で考えると、おまあ、どうなのかというふうなあふうに思います、でえー、例えばまあシンガポールとか、まあ、韓国、それから台湾ですね、こういったところと比較するとですね、まあ、日本の方が、 死者としてはですねやっぱり多いんではないのかなとまあいうふうに思うわけですねこの点についてはどのように考えられているのかですねお伺いしたいと思います石原審議官お答え申し上げます欧米諸国と比較いたしますと日本に含めアジア諸国全体で新型コロナウイルス感染症の人口当たりの死者数が少ないのは事実でございます この原因につきましては、欧米諸国の医療機関での機能不全が発生したということの影響をしているのではないかというようなご意見がございます。また、生物学、あるいは免疫学的な所要因を指摘する声もございますけれども、現時点で確定的なところは分かっていないところでございます。一方、アジア諸国の中では、フィリピンやインドネシアなどの国と比較すると、我が国の新型コロナウイルス感染症の人口10万人あたりの死亡者数は少ない状況にございますけれども、委員ご指摘のとおり、シンガポールや韓国、台湾と比較すると、 死亡者数は多くなっていいいるという状況でございますこの原因につきましては、あの例えばシンガポールや台湾は SARS の経験がございます、またあの韓国については m ー r s の経験がございますので、こういった過去の経験から出頭なじみがなされていることが要因ではないかというようなことを含め、さまざまなご意見がございますがこのあのこれ、これにつきましても現時点では、確定的なところは分かっていないところでございます。 まあいずれにいたしましても、我が国といたしまして、今後とも検査体制の拡充と合わせて、早期診断により患者を軽症段階で確実に補足をし、早期の介入によって重症者、死亡者の発生を防ぐよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます東徹君。まあですからあの、まあ、決してです、ね、日本の場合です、ね、死者数で見ると、まあ、アジアの中ではです、ねまあ、決して少ないとはやっぱりえないと思うんですね。で やっぱり少ないと言われているやっぱりシンガポール、韓国、それから、まあ、台湾ですね、まあ、そういったところからですね、やっぱりどうしてやっぱり今回、向こうの方が死者数少ないのかというところはです、ね、やっぱりしっかりとこれ、これもやっぱり検証していくべきだというふうに思いますので、その点もやっぱりしていっていただきたいというふうに思います。で、えー、今、実施中の入国制限のことについてお伺いしたいと思いますが、 この夏にもですね、オーストラリア、それからニュージーランド、ベトナム、タイの4カ国を対象に、まずビジネス関係者の入国をですね、認めるというふうに言われておりますが、まあ、なぜこの4カ国なのか、ですね、台湾やシンガポールなど、まあ、なぜ含まれていないのかというところで思うわけでありますね、き、まあ、昨日も決算委員会でも、このことについては質問がありましたが、改めてお伺いしたいと思います。もううでで結構でございいまます。ああう <laughs> ます。どぞお願し

はい、あのお答えをいたしますあの、まあ、国内のです、ね、感染者の流入および国内での感染拡大を防ぐ防止観点から、水際対策は必須重要と考えておりますであの。委員ご指摘の報道というのは、私どもも承知はしておりますけれどもえ、現時点といたしましては、その感染再拡大の防止と両立する形での国際的な人の往来との部分的、段階的な再開ということで、え現在、さまざまな国との意思疎通を行いながら、政府一体となって慎重に検討を行っているという状況でございまして。 具体的にこの国だとか、何人ということが今決まっているわけではございません。あの関係省庁と連携し、引き続き貿易体制の強化にしっかり取り組んでまいりたいと考えております、す君あこういう報道が出るということは、ですね、まあ、誰かが出していると思うんですよね。<laughs> ねだからまあ、あのでまたの報道というのは、まあ、誤報というのはなかなか少ないと思うんですよね。でですすからら、まあ、おそらくですねあの どこかから出てると思いますので、えー、まあこの辺はですね、まはあ、正直にちょっとまああの外務省にも確認してです、ね、えー、聞いていただきたいなというふうに思います。で、あのー、この4カ国から外国人の入国をです、ね、1日最大、250人程度にです、ねまあ、制限するというふうに言われております。で、えー、まあ今月、厚労省のクラスター対策に携わっているまあ北海道大学のまあ西浦教授でありますが、1日当たり10人の感染者が入国した場合、 3か月後には100%近い確率で大規模な流行が起こると、でまた1日1人であれば、大規模な流行は4割以下の確率に抑えられるという、まあ、シミュレーション結果をですね、えー、発表されておりますで、このシミュレーション結果について、厚労省としてはどのように評価しているのか、また今回の案では、まあ、外国人入国者の制限をなぜ、これ、1日250人とするのか、お伺いしたいと思います。はい、橋本副大臣 あの西浦教授があの今、お示しをいただきましたような分析を行っておられるということ、私たちも承知はしておりますし、手元にもそのインタビューでそういうことをおっしゃったようなことについてあの持っております、の何て言うんでしょうかね、ただ、これの結果ももちろん参考にしながら、この結果として重要なことは、どういう国からの、あれを、 帰国者を認めるのか、入国を認めるなということ、それからまあ検疫等々をするのかどうか、そして人数をどう考えるのかといったことによって、いろんな結果が起こりうるということを示されたものだというふうに承知をしておりますが、こうした結果も参考にしながら、またあの関係省庁とまあしっかりと協議をしながら、どのような形でその今、検討を行っているところでございますので、どのような形で緩和していくのかということをまあ今、検討しているところということでございます。 専門家の方がですね、いろいろと分析されて、えー、やっぱり発表されては、非常に、まあ、インパクトがやっぱり強いですよね、でまあ、こ国もまあこれまで、えーまあ、専門家の皆さんに、専門家の皆さんにって、すごくいっぱい、専門家の意見を頼ってきたところがあると思いますので、やっぱり非常にやっぱりその人の意見っていうのは大きく左右されるんだというふうに思っております。まあ、ですから、まあ、やっぱりこう,こういった たこいったことに対して、ですねやっぱりきちんとですね、えー、その進化が問われていると思いますので、まあ、きちんとした国として、政府としてどう考えているのか、ですね、まあ、答弁を、ですねやっぱりその数、そのをですね、いただきたいなというふうに思います。でえー、外国人の我が国の入国に関する件でありますけれども、まあ、到着後、 入国してくる場合に、PCR 検査を全員に対して行うべきというふうに思いますが、検査結果、これ出るまで,で、人たちにどこでもう待機してもらうのか、こういった問題がありました、厚労省がですね検査時の停留については、3月の段階ですけれども、極めて後ろ向きだったというふうに思います、加藤大臣も官邸にまあ抵抗したというふうなまあ報道がありました。 でえー、これはあのなぜ反対したのか、またあ外国人入国者に対して、まあ、これからどのように対処するのかですね、お伺いしたいと思います、はい、加藤大臣、まああのこ。個々の一つ一つの中でいろんな議論をさせていただいております。あの例えば3月の段階 に受ける議論ちょっとどうだったか、ちょっと明確に覚えておりませんけれども、あのやはり我々検疫する以上です、ね、PCR、どのくらいの人数ならこなせるのか、そしてそれをするにあたって、来られる方に対してどこまで、どういうふうにお待ちいただくのか。 そしてさらに言えば、14日間の健康観察ということまで考えれば、それだけの方をどこかのホテル宿舎を確保できるのか、そしてそこにおける基本的なメンテナンスじゃなくて、そういったお世話は、基本的にはホテルには期待できないんで、それを誰がやるのか、そういった一連のすべてのことを、我々常に議論をしているということであって、それがやっぱりできる,それ,ができることそれができるかどうかっていうフィジビリティがあってこそ初めて、それぞれの制度が運用できる、これは個々のケースではなくて、一般論と。 申し上げているわけでありますけれども、そういった議論は常に一つ一つやらせていただきながらです、ね、これならできるという判断があれば、それで進めさせていただいた。その結果として ご承知の2月1日から入国拒否をしていただいて、その地域から来る、おられる日本人ですね、日本を中心とした、あるいは日本に在留資格のある人かだというふうに絞っていただければ、それはそれなりに対応ができるとかです、ね、いろんな議論をさせていただいているということでありまして、一概にわれわれ消極的だとか、積極的だとかいうことではなくて、一つ一つ対応することに対して、具体的にどういうことができるのか、一つ一つ検証しながらやらせていただいているということであります東徹君。 まあ、あのヨーロッパでは EU 域内は、ですねこの15日からですかね、もう行き来ができるというふうにですね、まあ、変わってきました、であの日本は今、あ非常に今、落ち着いた状況であります、でえーまあ、だからまあ安心していいわけではありませんが、ただいつまでもこの鎖国のような状態をですねやっぱり続けるというわけにはいかないというふうに思うわけですね。だからら徐々にですねやっぱり入国をやっぱりしてていってもらう、まあ、その順番が ビジネス、留学生、まあ、観光客というふうな順番を考えているということもまあ分かります、でやはりまあその向こうからあなんか陰性証明書、コロナの陰性証明書をもらうというふうなまあ話もありました、まあ、それだったら、やっぱり日本に入ってきたときも、やっぱり PCR 検査をするべきだというふうに思いますし、で今、PCR 検査も、宝バイオですかね、あれ、なんか報道で出てましたけれども、PCR2 時間で、 5000人ですね、まあ、検査できるというふうな報道もありました、ですからやっぱりそういったものも活用していけば、ですねかなり短時間で PCR 検査をして、まあ、感染してるかしてないかというのもですね把握できていくんではないのかと、まあ、こういったことを今からぜひ整備していくべきというふうに思うんですが、いかがでしょうか加藤大臣。 いやまさにおっしゃるようにあの、これからのことを考えて、今お話があった検査体制をどう整備していくのか、強化していくのか、またその中で、今、例えば大、先ほど唾液の質問もありましたけど、唾液も無償では使えないのかどうかということを研究する。あるいは、 宝培養ではなかったかな、例えば抗体についても、ですねより短,短時間で出るやつも出てくると、まあ、いろんな今、民間も含めてさまざまな技術開発が進んでますから、我々も支援できるとか、支援させていただきながら、やっぱりそうした技術の力、最大限活用させていただいて、えー、検疫の、えー、でおけるですね、えー、検査あ、この体制の強化、あ能力のアップ。 これを図っていきたいというふうに思いますし、そういったことを通じて、今、委お話のように、やっぱり今、ある意味では異常な事態ですよね、これだけ人の流れが止まっているという、やはりこれをどのぐらいのスピードかは別として、だんだん元に戻していく、まさに国内の経済も今、元に戻していくように、海外との関係も元に戻していかなければ、結果的に国内の経済も上がっていかない、そのことは十分認識しながら、すね、我々も対応させていただきたいと思います。君 あの大臣のおっしゃるとおり、やっぱり感染をですねやっぱりしっかりと予防しながら、やっぱり経済も動かしていかないといけない、そのためにはやっぱり海外からもですねやっぱり受け入れていかないといけない、そのために今、まさしくですねこのときにやっぱりきちっと整備をですねやっぱりしていっていただきたいと思っています。で、大臣はあのオリンピック・パラリンピックの開催が前、これ、1年延期になりましたけれども、大臣はこの開催について、どのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います加藤大臣。 どのように考えるかというところでありますけれども、あのもう政府としてはです、ね、このオリンピックの成功に向けて努力をしていくということでありますし、我々としての中においては、国内における感染状況をいかに抑えていくのか、あるいはそうした中での検査体制、医療体制等々の充実をどう図っていくのか、こういったことに全力で取り組んでいきたいというふうに思います。はい 安君、まああのー、これ、オリンピック・パラリンピックの、あのー、開催に向けて、休日を変更していくような、ね、法案がありましたけれども、この法案が今回出なかったんですけど、これはな,なぜですかね <laughs> 内閣官房、通田内閣審議官、うん、お答え申し上げます、えー。東京オリンピック・パラリンピック大会が、えー、延期されたことを受けまして、 あの所要の法案を5月29日に国会に提出させていただいたところでございます。内容としましては、あのオリパラ推進本部を設置期限を1年延長する、それからあの来年の祝日の特例措置として、今年と同様の措置を創設する、それからあの税制の特例を1年延,期する延長すると、そういったものを提出させていただいております東徹君、まあ。提出してるけれども、委員会2区になってないと。 ということだと思うんですけども、あのまあ、私もです、ねあのまあ、ぜひ、まあ、開催し,してほしいなと、まあ、願っている一人ではあります。ちょっと時間がなくなってしまいましたので、えー、ちょっとです、ねえー、最後のちょっと質問をです、ねえー、2問ぐらい,していさせていただきたいと思うんですけども、今日あはの臓器提供のです、ねえーまあ、情報開示がありました。まあ 令和元年度は94名ということでありますが、やはりまなかなかやっぱり増えていかないなという思いがあります、でえー、この臓器提供については、ですねもうちょっと時間がありませんので、やはりあの、まあ、国民の、まずやっぱり市に対するやっぱり考え方とかですね、そういったものはやっぱり変えていく必要もあるのかなというふうに思いますし、また病院の協力ですよね。 病院の協力も大事だというふうに思っておりまして、ぜひです、ね、この点については、また毎年こうやってご報告いただいておりますので、やっぱり改善すべきところがどこなのかというところをです、ね、やっぱりしっかりと検証して、やっぱり改善すべきところを改善していっていただきたいなと思います。 それからあの遺骨収集についてもありましたけれども、今回の遺骨収集のです、ね、これも本当、ひどい話です、日本人でないです、ねえー、遺骨がです、ね、こう混じっていった可能性があると指摘されていたにもかかわらず、14年間ぐらいです、ね、ほったらかしにしておったという、まあ、これは厚,厚生労働省としての組織としてです、ね、本当にあの問題だというふうに思いますし、これはあのこういうことは今回初めてではなくて、 前にはの毎月勤労統計の問題でも確か、ですね気がついておって、ですねずっとそのままに放置しておったと、これ、厚生労働省ってこういう体質なんですかねとこう思うわけですね、この点について、大臣、これはやっぱりぜひね、やっぱり毎回毎回こんなことが出てきたんでは、やっぱりダメですから、組織の改革をですねどのようにやっていくべきなのか、ですねまた、前もお聞きしましたけれども、これ、2回目になりますが、ここでもお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。加藤大臣 あの遺骨収集につきましては、冒頭申し上げましたように、戦没者遺骨の DNA 鑑定会議において収容された遺骨の一部が、日本人の遺骨でない可能性が指摘されながら、ですね長期にわたり適切な対応が行われなかったこと、それによって遺骨収集への信頼性が大きく問われていること、これについては私ども真摯に反省をしていかなければならないと思っておりまして、まずそういった面についても、先ほど申し上げた方針にとって、改善に努めていきたいと思っております。 また、あの毎月勤労統計のお話もありました。あの、そういったことを含めてですね。いわば問題点が認識されながら。 一部において、ですねそれが全体で共有されていない、結果において、それがいわば長期間放置されたような格好になってしまっている、まさにガバナンスが激しく問われる問題だと認識をしているところでありまして、あの組織としてはリスクを適切に管理できるよう、大臣官房総括調整室を新設して、官房への情報の集約化、指示、伝達機能の強化、 危機管理対応の強化など、大臣官房機能の強化を通じて組織のガバナンス強化を図っているところでもありますし、また、業務改革、人事制度改革を含めた組織改革については、若手チームからの提言も踏まえて、まあ、改革工程表に基づいて、人事交流ポストの大幅拡大、公募ポストの拡大、リスクマネジメント能力向上の研修の強化等を進めておるところであります。あの統計問題への対応としては 統計部門の政策企画官ポストを公募し、民間出身者も登用した、まあ、こうしたさまざまな取り組みを一つ一つ、まあ、こう一朝一夕にドーンとやってなんか変わるということではなくてです、まあ、もちろん意識としてはそういった意味で、意識改革をしなければなりませんが、一つ一つの業務についてはです、ね、一つ一つの改革を積み重ねていく努力をしっかりすることによって、国民の皆さんの期待に応え、また信頼をしていただける、こういう組織に向けて努力をしていきたいと思います。 まずは登録を。まあぜひあの意識改革、組織改革ですね。まあ引き続き、えー、取り組んでいただきたいと思います。時間でありますので終わらせていただきます。ありがとうございました。<laughs> はい、グラバ